どうもピッチピッチのテクタンと申します。ドラゴンクエスト10オフライン実況プレイパート33始めていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ということで、またお前はこんなところにいるのかと。カジノね、これね、スロット回してたら結構人がね、周りに集まっててね、可愛いよね。ということで、本日はね、電車に乗って過去に帰ったりせなあかんのやけど、ま、そのためにね、結構いろいろ貯めてました。あ、そうそうそう、それでね、釣りもしたの、釣り。でね、釣りレベルっていうのが実はあって、釣りレベルが、まあ、上がったら、いろいろ、こう、釣りやすさとか、高くなったりするんやけど、私ね、それだけやと思ってて、全然ね、あっこの元々いた、釣り教えてくれたおじいさんに話しかけてなかったんやけど、話しかけることによって、釣り竿とルアーをね、新しいのもらえて、まあ、そっからバンバン釣って、結局、釣りポイント貯めて、で、ヒューザの、間違えた。ヒューザの装備、お洋服を、買いました。いいでしょう。これね。キャプテンマントっていうやつ。どう？マント穴開いてるな。今からちょっと当分の別れないけどね。で、まあ、今ね45万ぐらいあるんですけれども、せっかくなんでね、この、これから仲間になると思われるこの子たちの分をね、ちょっと買っておこうかなと思います。うん。あとは、レシピがちょっと迷うよね。まあ、1個2個ぐらい買ってもいいかなって思うんやけど、どれやったら装備できるかなって考えたときに、そう、どれなんやろうって思って。あ、詳しく見るあるね。あ、ありましたわ、ありましたわ。ありました、ありました。ただ、わかるかな。賢者の杖が一番近いかな。賢者の杖買っとこうかな。うん。賢者の杖のレシピを覚えた。まあ、これがね、レベルなんぼで作れるんか分からへんけど、あと、ウィップが無茶やから、これもちょっともらっとこうかな。よし。で、今23万お金あるんで、まあ、これだけあれば、軍資金としては十分だと思うので。じゃ、ちょっと外出て、賢者の杖、あとさっきのウィップが、一体どれぐらいのもんなのかっていうのをちょっと調べてみて、まあ、多分作れへんとは思うけど、調べてみるだけ調べてみて、そっから電車乗って、いよいよ、過去の方出発してみましょう。夜になっちゃってるね。もう遊びすぎたかな。遊びすぎたかな。レベルアップ、今レベルなんぼ ?29 か。なんか33になったらね、どっかに来てくださいって言ってる人がいたんやけど。どこにあるやろ？これか。これがレベル56。全然まだまだ。代わりにめちゃくちゃ強い。全然まだまだやん。これもか。いやー、レシピだけ手に入れてもっていうところか。くっそー。イエローオーブ、これ釣りでさ、手に入れられるから。あと材料さえ買えばなんとかなるけど、そっか、56ね。オッケー。みんな覚えといて、56ね。56になったらもう速攻で作ろう。ということで、じゃあまあ作れなかったんで、駅行って電車乗って、過去の方ちょっと向かいたいと思います。あ、どこ行けばいいんやろうと思ったけど、駅ね、どこ選べばいいんやろうと思ったけど、ちゃんとあった。突然絨毯の体を温かい光が包み込んだ。お兄さん？ナレーションの。私の声が聞こえますか？あー、聞こえます。どうも。エテーネの民の姿を取り戻したあなたは、大地の箱舟の力を借り、過去の世界にも行けるようになりました。まあ、その力捨てましたけどね。力じゃない、その姿はね、捨てましたけどね。過去の世界にもってことはもう行き来できるっていうことなんかな？ただし、うん、行けるのはエテーネの血を引くあなたが人間の姿の時だけ。え、じゃあ今ダメってこと？さあ、あ、いいの？お行きなさい、エテーネの民よ。与えられた使命を果たすのです。これはこれでいいの？どうなの？どうなの今？お客様は急にぼーっとされてどうしたんですか？
ああ、どうやらもう大丈夫そうですね。それでは気を取り直して。あ、はてなはてなはてなある。どこなのこれ。なんと、はてな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 行きでございますか？詳しいことは存じませんが、その行き先へご案内できるのはエテーネの民の方のみと聞いています。お客様自身が人間でないとご案内できません。人間なってきましたよ。なってきました。乗れたわけやけど。いや、人間じゃない人も乗ってるやん。あ、誰？あれ？目の前に座ってるの誰それ？私の。その怖い人じゃなくてね。ちょっと赤ずきんみたいな帽子かぶってる人いるよね。おー映画みたい。これで着いたの。溶岩地帯。カタラのとこの駅ってこんなんじゃなかった。あれどうやったっけ？随分なんか、洞窟感が、私だけ？あー、消えちゃった電車。この人ってさ、スケスケなんて、デフォ？お待ちしておりましたエテーネのお客様。はい。私の名は時の車掌ゼーベス。ゼーベス。元の時代へお戻りになりたいときはいつでも私に声をおかけください。ああ、一応すぐ帰れるんやね。それではどうぞお気をつけて行ってらっしゃいませ。わかりました。ああ、仲間たちと一時的に別れたぼっち。ああ、新しい場所。あ、グレン。あ、じゃカタラで合ってるんか。こんな見た目あったっけ、駅って。ん、でも言われたらそんな気がしてくる。いい加減。もういい加減やな。これってさ、見た目は変わったりとかもしちゃったけど、ちょっと待ってよ、メニュー。29のまんまやんね。で、魔法使いであるっていう、そういうことは、あ、変わりなんやね。よかった、よかった。いや、前の時さ、人間やった時のレベルとかすでに全て失われてさ、装備とかも失われてレベル1になってたから。グレン城下町。あ、まあ。割と、地形は変わってない。あ、ここから出られへんようになってるね。ただ人がめちゃくちゃ少なそう。私の故郷はみんな焼けちまってね。父ちゃんもか、子供たちもみんな死んで。私一人だけが生き残ったんだよ。なんで私が助かっちまったんだろう。家族のためにって生きてきたのに、私だけ残ってどうしろってんだよ。あれ？人間やね。オーガは？ここ酒場ね。ひどいよ。なんてことするんだい。私たち家族の大切な水がみんなこぼれちまったじゃないか。フーゴ、へっへっ。ちょっとぶつかったぐらいで。なんだってんだよ。恨むならよたよた歩いてた自分を恨むんだな。水も大事やもんね。特にこういうとこやったら。もうなんだいその目。この俺に文句でもあんのか？ひぃ、なんでもないです。文句ないです。あ、バニーちゃんおるやん、こんなとこに。これ酒場、あ、そっか酒場か。はしゃぶねを操る魔法使いならよくこの酒場に来てたよ。あたしらみんなあの人が大好きだった。でもね、それも過去の話さ。あ、過去の話、ここよりもさらに過去のことなんや、それは。冒険者の酒場。あなた見ない顔ね。まあ、ここでは多分そういうギルド的なやつとかクエスト的なこととかはできひんのかな。転職自体はできると。でも私56にならなあかんからね、一旦。家事レベルってどうなるんやろうね。例えば転職してレベル上がった時の家事レベルってどういう計算の仕方になるの。井戸の蓋には土ぼこりが積もっている。井戸には入られへんのか。ここは？これ郵便屋さん？あ、子供や。ママ、ママ、パパ、いつ会える？クララが立った！違う、違う、違う、違う。私、レンダーシアに残った夫からの手紙を待っておりますの。約束したんですもの。毎日手紙をくれるって。レンダーシア、レンダーシア、今、どうなんやろうな。どこに行くんがいいんやろ？お城かな？そこ教会ね。偽りの太陽、
レイダメテスが昇るとき、世界は終末の時を迎える偽りの太陽。古くからの言い伝え、ああ、言い伝えか。まあわしは、エンジャーどうせ追い先短い、身じゃからな。しかしあんたら若いもんには未来がある。言い伝えが真実にならんことをただただ祈るばかりじゃよ。偽りの太陽。教会。そんな暗い顔をしてはいけませんわ。世界が終わるなんてデタラメもいいところです。きっと今に元の平和な生活に戻れる。私はそう信じています。なんでこれ、5つの種族がなんかね、出てきたら、なんだっけ、目覚めし5つの種族やったっけ？あ、じゃあ目覚めたんや。なんかいろいろあって。後から出てきたってこと？そうね、目覚めし5つの種族っていうサブタイトルやから、この頃にはそもそも、あ、だからもうあの子ら一緒に来れへんかったり、人間の姿のものしか戻れへんっていうのは、この時代には人間しかおらへんからってことか。このグレン城の外にはわずかな水もない、灼熱の大地が広がっている。生きていくにはあまりに過酷な土地だ。しかし、この城の北東には、エルフとウェディが身を寄せる小さな集落があるらしいぞ。せっかくの私の考察を台無しにするんやめて。一瞬で台無しにされた。ケホ、コホ、あなたもレイダ・メテスから逃れてこのグレン城へいらっしゃんです、たんですか？いや、そういうわけじゃないけど、これって偽りの太陽よね。おや、そうでしたか。ということは、あなたは昔からこのグレン城に住んでいらした方なんですな。行き場のない私ら、逃れ人をこうして城下町に受け入れてくださるなんて、あなた方には感謝の言葉もありません。うー、失礼。この人も、外から来た人なんや。じゃあ、はい、にしてみよう。そうでしたか。この城下町で暮らす者は、皆、あなたと同じように故郷を捨てて、この城にたどり着いた逃れ人ばかりです。暮らしは厳しいかもしれませんが、命があるだけ幸運というものです。希望を捨てずに共に頑張りましょう。あ、なんか進んだっぽいけど、お？やつが迫っているぞ。みんな直ちに屋内に退避しろ。やつ？さっき言ってたやつ？なんか名前ちょっとカタカナで覚えられへんかったんやけど、全然。偽りの太陽。結構ドアとか大きいんやね。あ、あ、やばい、その人逃げそびれたんじゃないかな。うわ、これか、偽りの太陽。屋内におれば大丈夫なの？これって。いかん！いかん！眩しい！何をぼさっとしてるんだ！早く、こっちへ！はい。あ、優しい。まだ全然間に合うんや。そう。ここ教会ね。あー、泣いてる人が。行ってしまうまで待たなあかんのかな。やけどはないな。無事でよかった。君は新しい逃れ人のようだな。ならばあのレイダメテスのことを知らないわけではないだろう。全然知らないです。できれば詳細に教えてほしいです。レイダメテスは、うん、地上のすべてを焼き尽くす偽りの太陽。ほんほんほん。あれが空に現れたらすぐにあの光から逃げなくてはダメだ。なるほど。レイダメテスが現れるようになってすでに1年。1年。今ではこのグレン城が我らの最後の砦なのだ。はあ。あの、そのエルフとウェディが住んでるとか言ってたけど、その人たちは大丈夫なん？どうなんやろ。言ったか。神よ、今日一日の命を感謝いたします。結構早く行ってしまうんやね。うまいことじゃあ屋内に入ることができたら割となんか大丈夫そう。厄介やけどね。日傘とかじゃダメなんかな。ダメか。テントとか持ち運んで、え、めっちゃさ、地図の周り黄色くなってる。なんかクエストあんの？なんなの？ほら見て、めっちゃ黄色になってる。とりあえずピンクの人話しかける。ピンクの吹き出しの人。はじゃぶねを操る魔法使いを探してるだって。へえ、
あんた新入りなんだな。通りでここらで見ない顔だと思ったぜ。はちゃ船氏の話が聞きたいなら城に行って俺たちの指導者塩童話様に会うといい。きっと全て教えてくれるさ。塩童話なんかちょっとしょっぱいんかな。いやどうやねえ。まあとりあえずタンスとかは、あー樽があるね。漁らせていただきますが、まあ、泊まる用事はないかな。コンシェルズもここにはないって感じやね。まあなんかそんな変わったままとかはないかな。時々薬草があったりみたいなぐらいなんかな。全然何もなかった。まあ、チダルはあったけどね。とりあえず塩なんとかさんには会わなあかんと。こっち回りちょっと行ってみようか一回。一応お店はあると。家族も故郷も失い見知らぬ土地で生きながらえていくことに一体何の意味があるのでしょう。僕は人の役にも立てず、ただ貴重な水と食料を消費するばかり。毎日が嫌になりますよ。お店はしっかりやってくれてるんやね。さあ、なんか勝って強いような武器や防具とかはあるでしょうか。イカズチの杖は今私持ってるもんね。特にはって感じか。猫の奥義。あら、あら、あら、エッチ。よ。そういうことじゃないけど、子供がやったら絶対さ、わー、エッチとかって言いそうな気がするんやけど、どう思う？全体的にやっぱり外にいる人は少ないね。まあ、ここの人口が少ないっていう、そういう感じかな。おい、すげえよ、雨だ。ついに雨が降ってきたんだ。ヒャッホー、は。夢ですね。夢かよ、畜生。もう雨も降らん。それは辛いなぁ。ウェディとか大丈夫なの？ウェディ乗るとこには水があるってことなの？そこに移り住むことはできひんの？ちょっとその辺よくわかれへんね。共存は、できひんの？あれ、どっち回りで行ってたっけ？浮き屋から行ったからこっちでいいんか。これでぐるっと回ってきて。おー、条約堂、いいねいいね。じゃあお城にちょっと入れてもらおうか。このグレン城こそが、我ら人間の最後の希望の砦だ。我々は、レイダメテスを逃れて、このグレン城に移住してきた者たちを逃れ人と呼んでいる。ふむ、貴様もどうやら逃れ人のようだな。案ずることはない。塩童話様は、人間なら誰でもこのグレン城に迎えてくださる。さあ、通るがいい。あ、この人オーガやん。あれ、黄色いあの線。あ、やっぱなんかある。こっちにはある。え、クエストあったっけ？ま、いっか。グレン城。エルジュの部屋。武器工房、井戸の間。我らが指導者、塩童話様は、同じ人間ならば、わけ隔てなくグレン城に受け入れてくださる。さあ、逃れ人よ、塩童話様に会いたいのならば、その階段上がるがよい。まあ、でもね、やっぱりとりあえず下からね、探索するのがね、一番よね。城下の人々は不安に苦しめられています。今は、レイダメテスよりも、人の心に救う絶望こそが深刻です。はじゃぶね氏が人々の心をかき乱すような真似をしなければ、こんなことにはならなかったのに。あ、そんなことがあったん？なんか、あんまよく、え、あ、なんか進んじゃった。いやいや、どなたです？あ、絨毯です。ここはエルジュ坊ちゃんのお部屋です。坊ちゃん。坊ちゃんなら塩童話様に会いに行かれましたよ。まあ、そのエルジュっていうのは坊ちゃんなんやね。ささ、出てください。勝手に知らない人を部屋に入れたら、私が坊ちゃんに怒られてしまいます。じゃあそこのお鍋の食べ物だけちょっとください。ダメか、進んだっていうわけじゃなかった。出てけっていう話やった。で、こっちが武器庫ね。あ、どうしたの？は、なんだよエルジュのやつ。人にぶつかって謝りもしないで。あ、それはよろしくないな。前からムカつくやつだったけど、最近ほんと調子乗ってんじゃないのか。ちょっと痛い目合わせようで一緒に。
そういう調子乗ってるやつはね、イエーイ。あ、スキルアップパネル。そんなん宝箱に入っていることあるんや。釣りとかさ、あのカジノの景品にはあったりしたんやけど、まさかこんな形でもらえる思わへんかった。そしてドアもあったんやね。あ、宝箱や。プラチナ鉱石。何もなし。元気？半年ほど前のことじゃ、はじゃぶねというかいう、よくわからん術を使う男がここに連れてこられたことがあってな。何の罪かと問うてみれば、男は自分は指導者と話をしたかっただけだと笑うのだ。結局すぐに男は牢から出されたが、彼が塩童話様に何を言ったのかは今となっては闇の中じゃよ。え、塩童話さ、あの、ガタラのさ、名前忘れたけど、あの王様と同じ感じでさ、魔性にやられたりとかしてない？そんなことない？こんな場所に何のようだ、早々に立ち去るがよい。もう入れてはくれるんやね。と、あとここが武器工房ね。この部屋かいすごいだろう。昔は武器を作る工房だったそうだぜ。しかし奴らはこんなでかい炉を使って武器を作ってたってわけか。え、なんか作ってたで。あれ、こっちって過去に帰ってるよね、私。未来に来てないよね。あれ、調べてくれた？条約層、いいね、嬉しいね。だってここでなんかいろいろしてたもんね。一回やめたけど、またなんか、作ったって感じかな。まあ、武器工房っていうか、向こうの場合、鍛冶ギルドやったもんね。で、井戸って書いてなかったっけ？そうそう、井戸の間。こっちから行って、あ、ここか、ここか。あ、井戸ですね、これは。紛れもなく。井戸には水が蓄えられてる。あ、こっからじゃあちょっとずつもらっていく感じなんかな。ウォルダン、ウェルダンって誰かおらへんかったけど、他に。知っての通り、今は、ひどい水不足だ。このたった一つの井戸がグレン城に身を寄せる者たちの命を支えているのだよ。私の仕事はこの井戸の管理。時には人に憎まれることもあるが、この務めに誇りを持っているよ。こっそりなんか飲んだりすることってあるんかな。世界中の、やったー。それはめちゃくちゃ嬉しい。賢者の聖水も嬉しいね。結構いいもん入ってるね、壺とかにも。よし、じゃあ探索できたんで、塩童話様会いに行きましょうかね。この先は我らの指導者であらせられる塩童話様の執務室になります。謁見をお望みならばどうぞお入りください。こっち資質でしょ。我らが指導者塩童話様はレイダメテスから民を守る手段について不眠不休で考え続けられておられる。それは大変やね、不眠不休は。真の英雄とはあのような方のことを言うのだ。塩童話様なくしてお前たちの命などない。この後を夢夢忘れるでないぞ。ういー、うい、忘れません、うい。クレアって書いてなかった？クレア、 あなたがクレア。クリームシチュー、まあ来てくれたの嬉しいわ。私やけどで動けないから、話し相手がいなくて寂しかったの。もしかして太陽にちょっと焼かれたりしてしまったとかあるんかな。パパもママも、パパも忙しいみたいで、偉い魔法使いの人たちに会ってばっかり。きっともう部屋に来てくれないんだもの。塩童話娘って感じかな。その上の武器欲しいな。あ、まじないしローブ。どうなんやろ、下って書いてあったね。強いんかな。いや、全然やな。見た目見して、ああ、なるほど。なるほど、魔法使いズボンにしとこうか。じゃあ、いよいよ、塩童話様、謁見いたしましょう。こんにちは。めっちゃなんか集まってる。え、いいな、その魔女棒欲しいな、左の人みたいな。おお、そなたは新しい逃れ人か。まあ、一応そういう感じです。こんにちは。ふん。私は塩童話。うん。このグレン城の民を束ねているものだ。大体聞きました。このグレン城までの道中はさぞ厳しいものであっただろう。うん、よくぞ無事にたどり着いてくれた。ね、右の人さ、私とお揃いの服着てない？あの一番右の人ね、あれさ、魔法使いの帽子やったと思うからさ、そう考えると魔法使いの服ってそれなん？嫌やな。世界の大部分が炎に焼き尽くされた今、はあ、はあ、この城は
我らの最後の希望の砦だ。同じ人間同士、助け合おうではないか。あ、大部分焼けたの？そっから未来ってなんでそんなに、ね、島いっぱいあってってなってるんやろ。ちょっとその辺もいろいろ知りたいね。逃れ人よ、はい、ご安心なさい。世界の終わりなど決して訪れません。私たちはそのために集められたのです。本当に？あなたのその服可愛いから欲しいです。ここにいる魔法使いたちはグレン城を守る光の防壁を作るために集まってくれたのだ。ほう。してそなた、何か話がある顔だな。まあ、話というかなんかね、何していいんか皆目見当もつかないんで、ちょっと教えてくださいっていうだけの話なんですけど。はじゃ舟を操る魔法使いを探している。はい。あ、何よ、失礼。人が真剣にしてることを笑うのは失礼なんやで。いや、失礼した。悪気はないの？悪気しかないやろ。あ、そんなことない。残念だが、はじゃ舟師ベルンハルトは死んだ。レイダ・メテスに単身乗り込み、炎に焼かれてな。え、そんなことがあったのにさ、あんな風に笑ってるんて、逆になんかすごい性悪そうな感じするんやけど。人の話を聞かぬ愚か者には実に似合いの最後であった。ああ、シオドア！あ、この人は誰？その息子とかやったりするんかな。エルジュよ、客人の前だ、わきまえよ。ああ、エルジュね。光の防壁などただの時間稼ぎだ。災いの源レイダ・メテスを絶たねば、いずれ必ず滅びの時は来る。ああ、光の防壁作ったところで結局は壊されるでっていうのが分かってるってこと？だから僕がはじゃ舟の術を継承し、そしてレイダ・メテスを破壊しに行く。あれ、なんかクソ生意気みたいな、そんなさ話があったけど、結構真剣に考えてるやん、ちゃんと。何の話かと思えば、くだらん。親子揃って英雄気取りか？そんなにベルンハルトのように犬死にしたいのか。ああ、シオドアの息子とかっていうわけじゃないんや。なんかここにお部屋があったからさ。黙れ、父の死を侮辱するな。そらそうや、その通りや。ならば好きにしろ。はじゃ舟の一族の血など途絶えたところで誰も困りはせんだろう。シオドアなんかひどない？私はエルジュの味方をするよ。今のが死んだはじゃ舟氏のせがれだ。まだ何も知らぬ幼き子供よ。はじゃ舟氏を探していたのなら、あいにくだがエルジュは術を継承していない。まだはじゃ舟の術は使えんのだ。なんか知ってたりせえへんかな。これ過去戻る場所をちょっと間違えてない？もっと戻らなあかんかったんじゃん。この世界にはそれぞれに異なる術を持つ四術師と呼ばれる者たちがいる。ふんふん。はじゃ舟氏もその一人だ。あとの三つは？四術師はそれぞれの術が心正しき者に受け継がれるよう、継承には残る三人による儀式を必要とすると誓いを立てているのだ。ほう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 。エルジュは継承の儀を受けるため三人の術師のもとへ行くつもりのようだが、あの未熟者が認められるはずがない。あ、じゃあ一緒に行きましょうってことね。任せてよ。気にかかるなら様子を見てくるがよい。あいつの部屋はこの城の一階にある。この人なんか大したこと教えてくれへんかったな。結局エルジュのとこ行くって感じでしょ。やれやれ、大人の会話に口を出してくるとは、エルジュにも困ったものだな。あの青二歳が四術師を訪ねたところで門前払いされるのがオチだ。あいつにはいい薬になるだろうよ。そういうもんなんかな。気合十分やと思うんやけど、レイダメシテスが一体何なのか、それはわしらにもよく分かっておらん。そのような得体の知れぬものを軽々しく破壊しようと考えるなど、夜迷い事もいいこと、いいとこじゃ。城下の者たちは不安に苦しめられています。我らの仕事はまずそれを取り除くこと。レイダメテスも、終末の予言も、我ら人間の力の前では取るに足らないものと証明して差し上げましょう。
でも結局光の防壁だけじゃ多分ダメなんでしょ。ハジャブネ市ベルンハルトはレンダーシアの大国グランゼドーラに召し抱えられていた高名な魔法使いと聞いておりました。ふんふん。ですが結局高名さなどというものは人の真実の実力を測るものではないということでしょうね。さて絨毯よ、私は魔法使いとの話に戻りたい。ハジャブネ市に用があるなら1階のにいるエルジュに話だけでも聞いてみてはどうだ。まあそうね、なんかあんまりもう当てにならなさそうやから、ちゃんと当てになる人にね話を聞かせてもらおう。私はあなたの味方ですよエルジュ。お邪魔します。いるね坊ちゃん。一人で行くなんて無茶すぎますよ。お願いですから冷静になってください。めっちゃ聞いてるけどね。入った段階で気づいた方がいいんじゃないかな。あ、どうも。お前、さっき潮童話と一緒にいたやつだな。僕に何か用があるのか。まあそこそこに。ありません。人の部屋を訪ねておいて用がないわけがないだろ。さあ早く言え。僕は急いでいるんだ。ごめんな、真剣やもんね。ごめんって。はあ、なんだって。ハジャブネの術が途絶えないようにするために500年後の未来から来た。そうなんですよ。だから何としてでも術身につけてください。お願いします。どうよ。なるほどな。お前も僕をバカにしに来たってわけか。あ、ちょっとひねくれてる。そんなわけじゃないのに。おー、それがハジャブネ？お前なんかに言われなくてもハジャブネの術を途絶えさせたりするものか。一緒に行く？ダメ？そこ一緒になんか仲間になって一緒に行こうってするとこじゃない。術の継承くらい僕にはたやすいことだ。お前たちは新たなハジャブネ氏が助けに来るのをこの城でゆっくり待ってるといい。ああ、一人で行ってもた？坊ちゃん、待ってください。結構素早いね、動き。たたたたたた。坊ちゃん。坊ちゃん。あなた、坊ちゃんを気にかけて来てくれたんですよね。だったら坊ちゃんのことを助けてくれませんか？まあ、正しくはハジャブネの術を気にかけてきたんやけどね。ああ、突然すいません。申し遅れましたが、私はベルンハルト様にお仕えしていた貝ってものです。もともとベルンハルトさんに仕えてたんや、貝。あなたには事情をお話しします。はい。二月ほど前、ベルンハルト様がレイダメテスの破壊に向かったあの日。うん。あ。これ城ね、お城の中ね。今生きよんや。あ、エルジュもいるね。ベルンハルト様、どうかご無事で。あ、この時は普通にお見送りしたんや。結構貴族っぽい格好してるね。心配いらない。私は必ず戻る。それまでエルジュのことは頼んだぞ。結構子供なんかな。エルジュ、どうか分かってくれ。行かないでほしいって感じやったかな。無理とかなんか分かってたりしたんかな。どうなの。誰かが戦わなくてはならない。そして私にはそのための力があるんだ。先祖から受け継いだハジャブネの術が。エルジュ、その目で見ていてくれ。そして全てが終わったらみんなでレンダーシアに帰ろう。え、言ったのにっていう感じか。パパ。私はレイダメテスを破壊し、この世界に平和をもたらしてみせる。どうやってでも破壊するつもりやったんやろ。この大いなる災厄を必ず食い止めると皆に約束しよう。
一応希望の光ではあったんや。そっか。ああ、これあれでしょ、塩、ドア。なんか結構同じような髪型してるな。わかりづらいで。誰もがベルンハルト様の勇気をたたえ、その約束を信じました。うん。けれどベルンハルト様は、そのまま帰らぬ身となり、約束は果たされなかったのです。帰ってきてないだけなんかな。もしかしたら向こうにいるとかないかな。そしたら途端に、国中のみんなが手のひら返したように、ベルンハルト様をほら吹き呼ばわりですよ。まあ人ってそんなもんやもんね。おっちゃんはお父上を笑った大人たちを見返してやりたいんでしょう。だから波佐船の術の継承のため、この城の北東、四術師の一人、ヤクル様の集落へ向かったんだと思います。ヤクル様北東ね。でも坊ちゃんは魔物と戦ったことすらないんです。どうか坊ちゃんのこと助けてやってください。魔物まみれやろ外なんて。いくらシンボルエンカウントといえども。はー、ピンクの人。うーむ、エルジュのやつめ、レイダメテスを破壊すると言い出すとは全く無鉄砲だな。北東のエルフとウェディの集落に向かったそうだが、あの幼い子供に果たしてたどり着けるものだろうか。はい、ということで、まあ過去に戻って、まあこういう展開になりました。次回エルジョをね、ちょっと追いかけたいと思います。ということで、ご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。